あれをしんのすけ、中谷しんのすけ、赤木魂で真を貫け。はい、ということで皆さんこんにちは、カリアです。久しぶりのですね、今日のグランパス、やっていきたいと思います。はい、ちょうど今日ですね、8月2日、午後6時からですね、ファジアーノ岡山 J2 ですねのファジアーノ岡山との、天皇杯、3回戦かなが、行われました。はい、結果が1対0でグランパスの勝利。前半33分にですね、中谷選手のゴールで先制。はい、いやー、よかったよかった。はい、マデウス選手の、クロス、コーナーキックからですね、コーナーキック、ショートコーナーからのマテウス選手のクロスで、後ろからね、入ってきた中谷選手が、右足かなで合わせて、ゴールという形でね、先制して、その1点を守り切って、勝利という展開でございました。いやー、よかったよかった。まあね、前回8月 ?7 月の何日だったかなに、まあちょっと雷雨でね、延期になっちゃってたところがあったんで、まあ前半最初からのスタートっていう形になりましたけれども、まずはね、グランパスが勝ってひとまず良かったかなと思います。まあ攻撃陣がやっぱり2点目、3点目を取れなかったっていうのはちょっとまだやっぱり課題としては残るかなと思うんですけれども、それでもね、まず勝てたのは非常に良かったと思います。まあ、ほぼベストメンバーで行って、相馬選手が今ちょうどオリンピックに行ってるので、相馬選手は出てませんけれども、まあ、ほぼほぼ、今のベストメンバーでいいので、まあ、宇野ゼロと、安定の宇野ゼロっていうのも、あれですけれども、まあ、やっぱり点を取られなかったっていうのは良かったのかなと思います。うん。まあ、あとはそうですね、シャビエル選手のね、ハンドからの PK っていうのは、できれば消えてほしかったなっていうのが本音ではありますけれども、まあ、あれはしょうがないですね。キーパーもよく反応してたと思いますし、うん、まあ、そういう時もあるよね。はい。で、次がですね、ヴィッセル神戸戦です。どっちとやるんだろう？トヨタかな？うん、ちょっと、確認してなかったわ。それ確認してまた載せときますけど。はい。次がヴィッセル神戸戦ですね。今年は、ちょうど僕がね、見に行った試合ですね。アウェイの、ノエスタ神戸でね、1-0、稲垣選手の時ね、のミドルで、勝利した試合でしたけれども。はい。ね、まあ、どっちでやるにしろその時の再現でね。まあ、宇野ゼロじゃなくてもいいので。まずはね、今度ベスト16なので、勝ってまあベスト8、ベスト4、決勝と、ね、本当に優勝を目指して頑張ってほしいなと思います。まあ現状ちょっとリーグ戦では、この前、トスにも負けて、ちょっとね、なかなかリーグ戦では勝ててない状態なので、ちょっとなかなかね、リーグ戦の順位が今上がってこない状況ではあるんですけれども、まあ頑張ってね、一つでも上の順位で終わって、まあ来年のね、ACL とか、そういったところにもやっぱり、ね、グランパスの選手が出るのを見たいなと思いますので、頑張ってほしいなと思います。はい。はい。で、もう一つね、以前ね、僕が動画を上げた、ヤクブ・シュビルツク選手、クバ選手が、もう来日してるということで、8月の試合から、まあ、隔離期間が明けるので、湘南戦はちょっと厳しいかもしれないですけど、22日のアビスパ戦、もしくは29の清水戦あたりから、もしかしたら出場あるかもしれないですね。うん、ちょっと楽しみですね。なかなかね、外国人も出るのもね、まあ、マテウス選手とかね、シャビエル選手とかはもうね、シーズン初めから来日してますんで、今あれですけれども、コロナもってなかなかね、来日してすぐっていう試合に出るっていうのはなかなか難しい状況ではあるので、まあ、連携とかもそういったところもあると思いますし、ね、早い活躍を期待したいなと思います。まあ、8月はちょっとアウェーはね、2試合とも、横浜 FC 戦、横浜 F マリノス戦ちょっと見に行けないですけど、今月のホームの、湘南戦はもうチケット取ったので、あとアビスパと、福岡戦と、清水戦も、まあ、チケットを言い取ります。ので、またね、そっちは観戦ブログをね、上げていきたいなと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。
ということでですね、まあ、ちょっと今回いつもよりだいぶ短めなんですが、天皇杯まずは勝利おめでとうございます。今後もね、まだまだ大変なね、このクソ暑い中大変な試合が続くと思いますけれども、グロサポとしてね精一杯応援していこうと思いますんで、グランパスの選手の皆さんも怪我には本当に気をつけて頑張ってほしいなと思います。そしてね、相馬選手、オリンピックまずはベスト4進出おめでとうございます。なかなかねちょっと相馬選手のね活躍を取り上げることはできてないんですけれども、本当に相馬選手がね、スタメンで、出場してたりだとか、そういったところでもね、かなり嬉しく思ってますし、本当に楽しく見させてもらってます。あと1個勝てば、まあ、確実にメダルがね、取れるというところまで来てますんで、スペイン戦、強力な相手ではあると思いますけども、ぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。